コイちゃんのショールームが始まってまいりましたはいあ明日の気持ちそうそうですかってはいもうドキドキしてますやばいね明日明日11周年コンサートに私も出させていただくんでえん、ー、めっちゃ緊張するみたいなもうめっちゃ今から緊張してるのでちょっとね頑張りたいなって思います明日はその私大阪城ホールにちょっと家が遠いんで まあ9時からちょっと15分ぐらいしか配信できないんですけど、まあ、そのちょっとの時間だけでも皆さんと一緒におしゃ,おしゃべりできたらなって思いまーすはーいああこんばんはフルってはいこんばんははいねすごい急なんですけどね私なんか5年生ぐらいの時にお薬を風邪をひいてお薬もらったんですよでなんか錠剤を小学校5年生やったら飲めるよって言われてもらったら 飲めんくて錠剤がこうこんぐらいの。ほんまちっちゃい。普通の錠剤なんですけど。錠剤にほんまじで飲めんくて。みたいな感じで <laughs> はい。錠剤が飲めないんですよね <laughs>。錠剤が飲めないんです。錠剤が飲めいあいっぱいステージに。のことについて、いっぱいありがとうございます。 あ、配信待ってたよーってありがとうございます。はい。あ、どうか足元に気をつけてってありがとうございます。絶対に皆さんの目に留まって見せるように <laughs> 頑張りまーす。はい、ありがとうございまーす。はい、いっぱいありがとうございます。はい、えっと、話も戻っちゃうんですけど、あの私ね、ほんと女性が飲みなくて、なんか他のお母さんと一緒にね、いろいろ試したんですよ。なんか、水に入れたりいろいろ。 やったりでも、飲めなかったの。で、飲めなかったのですよとかあゼリーに混ぜて、なるほどね、ゼリーに混ぜるんか、なるほど、ゼリーに一回混ぜてみよう。ありがとうございます。ゼリーに、ちょっと、次は、飲むときがあったら混ぜてみたいと思います。ああ、りがとうございます。あ埼玉からお会いてる予定、ありがとうございます。ありがとうございます。イェイ、ありがとうございます。はい、推しのメンバーさん、ここのね、推しのメンバーさんが、ほんまに大好きなんで、あれ、ちょっと見えてないかな。OK かな。 見えてるかな多分見えてると思いますありがとうございますはいはい明日は明日はついに11周年コースートということでめっちゃ私自身めっちゃ緊張しててもう <laughs> 緊張してて1曲踊らせていただくのでぜひぜひ皆さんね私を見つけてくれたらなって思いますはいありがとうございますはいドキドキやねってありがとうそうなんですよドキドキしかないというかあっウオの真面目だってよかった 見えなかったらどうしよう見えてよかったはい見えてよかったですよいしょはいえっと11周年コーナーということで明日ほんま配信ちょっとしかなくなっちゃうんですけどあ楽しみでしたありがとうございますちょっとだけでもね皆さんとお話できたらなって思いますありがとうございますはい、はい、あそうそう私のね犬をね今現在飼っているんですけども去年の夏そのコロナであのお父さんとお母さんがいつも仕事やったんですけど 仕事がコロナで在宅になってそれでよし犬を買おうって言って買いに行って今現,今現在っていうか今いっぱいいるんですけども今いっぱい1匹なんですけどいるんですけど吠えるんですすすよよよ嫌なことに吠吠ええるるんんですよででおってめっちゃ大きくてその貢献っていうことで最初はね それのね、ほんまに1キロやったんですよでそっから1週間で 1kg ずつ増えてってどん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 でかくなってってほんま今18ぐらいになってあどんな名前ってえっとですねもう犬の犬らしいというか私の私がつけた名前なんですけどもう名前はあれです NMB48 のメンバーになったら出したいなって思います絶対に皆さんの前で 前というか、皆さんの前で立てるように頑張りたいと思います。はい、あ、おしゃべりがどう手だよね。ってありがとうございます。はい、ちょっとできるだけ皆さんの目の前に画面越しじゃなくて、目の前に立ってあいっぱいおしゃべりできるように頑張りたいなって思います。はい、ありがとうございます。イエーイありがとうございます。はい、皆さん、なんか周りの猫にね。 犬犬飼っっっってててんねんんね言言たらあ何われるで「すよで雑種」って言ったら「あ何ミックス犬ね」って言われるんですけどミックス犬と雑種は違うんですよ「雑種は違うんだよ」っていうのをいつも友達に話す時に3つも言っててはいもう雑種皆さんもね雑種とミックス犬を間違えないでね間違えないでね他の方に「雑種飼ってる?」って私はメンバーだったら絶対言いたいと思いますので。雑種だと 思ってください思ってください。思っ,てくださいっていうか雑種です。はい、はいだってはい。ありがとうございます。あ、初見の方ですね。じゅんさん、ありがとうございます。大阪受験生、みんな大阪情報デブあ頑張ってね！ってありがとうございます。頑張ります。あ、初めまして。っていっぱいいっぱい初見の方ありがとうございます。ありがとうございます。こんばんは。ありがとうございます。はい。 あ、方言って言ってましたね。そうなんです。あ、何回か来てくださったんですね。ありがとうございます。そうなんあ、失敗パ,パーマさあの推薦コメントも出してくださってて本当ありがとうございます。はい、冒険なんですよ。そうなんですよ。なんか譲渡というか勝ったというよりも譲渡の形なんですけど、もうめっちゃこの絵に描いたようにここをうーってやって。あーみたいなことをするんですけど。でもめっちゃ可愛い。私にとっては可愛い犬なんでもう？ 一緒に今日も学校から帰ってきたらめっちゃ尻尾振ってハ <laughs> っハッハてきたのくれたのでまあやっぱり、ね、私にとっては一番のワンちゃんなんでね大切,大切にするというかめっちゃ可愛いなって思いますはいありがとうございますはい皆さんあそうだテロップ機能テロップ機能を前回前回というか毎回言わせてもらってえー、な何を 何を書こうテロップ今日は今日はっていうか何がいいかなちょっとなんかメッセージ的なことをあどう違うのっていうのはあれで,、ね、ですよねミックス犬と保護犬ですよねとミックス犬はなんかトイプードルとかチワワとか決まった名前が分かる犬が2個混ざったのがミックス犬で雑誌は3個以上なんか分かんない何かと何かが混ざって雑誌になるっていうのが。 雑種です、はい、雑種というミックス犬の違いですはいはいちょっとあ明日のライブ頑張りますあなるほど明日のライブ頑張りますと書くもあ明後さってになっちゃった「あしたのライブがんばり」 どうはい明日の「ラグライブ」頑張りますということではいありがとうございますパヤマーさんのアドバイスを <laughs> 使わせていただきましたあ,あめっちゃ芸能人オーラある子役駅タレントさんかとかなあ違うんですなんか芸能界とかほんまないんでな,ないというか初めてのオ,オーディションも初めてなんでちょっとドキドキというか今現なんかショールームをこれは何回目かな 4回目ぐらいなんですけどそれでもいっぱい緊張してるんではいでも緊張するという緊張感が絶えないっていうかずっと緊張するような人ですはいあ明日のライブ配信で見るよああありがとうございますあカメラビールねできるだけカメラ探してイエーイとしたいと思いますありがとうございますあ身長ですか身長は500じゃない152ぐらいやと思いますはい多分 前半でなんかクラスでは真ん中らへんやと思いますはい身長152ぐらいだと思います多分メンバーさんの中ではちっちゃいと思うんですけど頑張って目立てるように頑張りたいと思いますはいありがとうございますあ2回目見てもしっかりしてるってありがとうございます頑張ってしっかりでやってしっかりを頑張って持っていきたいなって思います あ絶対合格しそうってありがとうございます。あえっと、7、9、さあ、やあね、兄弟同化するさん、ありがとうございます。星、星、ありがとうございます。過去、過去、変になった。過去、あ、まだまだ伸びそうって。7、オフ。うんうん。7、オフ、9、星。えっと、 アナオホキュー星さん、えーとさやさや姉さん、さや姉、漢字が嫌いや、漢字がこんなところにも出ますね。漢字ってなんであるんやろう。うなんかこう一つの言葉を書いてても、なんか漢字の読み方が違うとかそういうので罰にされるんじゃんなんかテストとかで、社会でね、歴史の時間でち、しゃ テキストの歴史で漢もうふだん,ん三角でいいやんと思って漢字をね書けんくたっていいじゃないですかと「あ英語も読めてない」って <laughs> 言われてるんですけどはい英語も読めないっていうねほんまになんか英単語と英単語と漢字がほんまに苦手なんです「段にどうかするさん」 星,ー星、星はい星ー、ありがとうございます。星をえっとあ変になったな。星をありがとうございます。ありがとうあ見えない。ありがとうございます。ありがとうございます。あ花さんもなんちゃんさんもありがとうございます。 ありがとうございます。いっぱいいっぱいいっぱい。ありがとうございます。はい。かん <laughs> そうですよね。お気に入って。頑張れああ、ありがとうございます。こんばんは。って。だるま百やぱってありがとうございます。夢なくても明るかった生きてるってありがとうございます。頑張って明るくね頑張っていきたいと思います。なんちゃんさん。なんちゃんさんもいっぱい食いはってありがとうございます。だるま。 だるまを描きます。丸る書いて。こんな感じ。お楽しみに。<laughs> 楽しみにすぐなってるんですけど。だるまを描いております。どんなんやろ。だるま。ありがとうございます。あ、推薦文も書いたよって。ありがとうございます。 あ,ありがとうございます。合格してなーってありがとうございます。はい。えっと、なんちゃんさん、ほんま、ちょっと、格の遅い、すみません。5、うん、ございます。あ変なった。あえなんちゃんさん、ありがとうございます。なるま あだるありがとうございますありがとうございますあんちゃんあ、あんちゃんさんあれ、全何回か、何回かというかい結構来てくださってありがとうございます明日の生配信用に何か持っていくいやいや、いや全,然全然全然大丈夫ですすいません、いっぱいなんか応援してくださってありがとうございますはい、明日はなんかライブのことについていっぱい話したいなって <laughs> いますあ毎回来てますっ、ね、てすいませんいっぱいほんまありがとうございます毎回ありがとうございますなんちゃんさんありがとうございますはいありがとうございますはい、はい、えっとね今日また話飛んじゃうんですけど私ね今日立夏がね6時間目にあって死ぬほど眠くてみたいなみたいなほんま眠くて周りを見てもなんかな結構半分ぐらいの人が。 みたいな、頑張ってもう起きようとしてるような、<laughs> なもう、とにかく今日の日韓の6時間目が良くて、で、なんか、映像をなんか見たんですよ、その教室でやったんで、その実験の映像とかを見たんですけど、もうその時間を書くこともないただただ見るだけやから、みたいな感じでもう、みんな <laughs> 寝てるみたいな感じで。 はい <laughs> あるあるってありがとうございます。そうですよね。はい。あ、27のおじさん。はじめまして、名前を読んでくださいって。あ、27のおじさん、ありがとうございます。小学生じゃないですよ。中学生です。こちらに書いてあります。中学1年生と書いてあります。中学生です。中学生です。中学生です,生ですよ。もう間違いないでね。あ、ケイトさんの子だってそうなんです。ケイトさん大好きですよ。<laughs> はいありがとうございます。いっぱい。はい。なんか、6時間目という私、なんか、 嫌いいいななって眠たいじゃないですかなんかすっごい眠たくてみたいな感じでほん眠たい時ってあるじゃないですかなんか眠かったら目、ね、目を頑張って開けようとするんですけどのどと書いてる時とかはまだって動かしてるからまだ起きれるんですけど目を細めてうーって書けるんですけどなんか動画を映像とかを見るだけになったら もう見るだけなんでそのためだけに目を開けるき活力がないというか活力がないからもう,もう寝るみたいな映像やったらもう寝ちゃうっていうような感じですね <laughs>。ははいいもうう映像は寝るっていうク,クラスのね周りなんで私が バカとかそんなんじゃなくてね、そういうのは自然現象だよねと思ってます。はい、耐えられへんよねって、そうですよね。め <laughs> でーって、ありがとうございます。はい。あ、めちゃく、あくにゃんさん、ありがとうございます。初見ありがとうございます。あ、表現上手いですね。ありがとうございます。頑張って、ね、ありがとうございます。四国はね、言えるんで、まだ大丈夫だなって。四国やるんで、頑張れないなって思います。はい。 活 <laughs> 力がないのか家,家族にはそうですねはい頑張ってね起きようとするんですけど特に私ね地理が無理なんですよ地理が眠くて地理が頑張って頑張ってはは <laughs> みたいな感じ特に地理なんてなんか覚えるだけじゃないですか書く,書くって言っても読むだけだからほんまああ56時間目,目は眠いよねってそうなんですよね地理がほんまに眠いですはいあふにゃさんさん九州はあ九州はえっと えーっとえーとえー、っとうんうんえーえー、っとーーえー、っと福岡大分宮崎鹿児島熊本佐賀長崎沖縄九州はい以上 <laughs> 以上です以上というか九州でした 九州でした。はい。じゃるラベル、ラベ以上に喋る子やなって、ありがとう、ありがとうございます。はい。すごーいです。はい。あ、マック派、マクド派それ、ドナルド、ドナルド。えー、マクドですね。マクドです。はい。四国やるんで大丈夫かなって、生きていけるなって思います。はい。はい。あー、こんばんはって、ありがとうございます。一応、なんか、47都道府県は一応、言えるんですけど、喋、なんか書けない、なんかね、 小学校4年生か5年生ぐらいの時にやった時は書けたんですよ漢字をもうめっちゃ覚えたからでも今はなんかさして覚えてないっていうか覚えてる揺れるんですけど書けないんですよなんか岐阜とかさどうやって書くんえっみたいなあ新潟とかもうほんまなんか漢字が難しくてもう無理みたいなもうほんまに漢字がこんなところにも漢字って社会にも何どこにも出てきてほんまに嫌いやなみたいな ああワイもかけるかおやじっても言えたらいいじゃないかって思ってるんで、はい、言えたらいいと思ってます皆さんね47都道府県言えたら大丈夫かなって思いますはい、はあそうそう新潟のガタねって何のこれみたいなガタってもうちょっと簡単なのにしてってもうチリてちりってチリってんか昔の偉い人がよしこれを新潟こうかこうとか勝手に切るだけじゃないですかまだ歴史とかやったら なんかこの聖徳太子がこうこうこう考えておのの今こうこうこう,こうしてとかあるじゃないですかでもなんか知りはほんまこうしようって決めただけなんでなんかつまんない <laughs> つまんないっていうかほんまつまらないっていうのが私の知りへの感想ですはいあっわかわかぼんさんはい NM でも漢字テストあるよって <laughs> かあー漢字嫌やな漢字嫌やなみたいな漢字ほんま嫌や一点やから一点 <laughs> やねんけど いやもうね漢字はよくいいかなって <laughs> い,い,いいかなってとにかく漢字を言えばいいかなってあ中国地方は中国地方言えますえっとえー、っと鳥取島根岡山何何個やったっけ、えー、っえっとえっとうんあれ山口広島 鳥島根岡山あえっとえっとえっってようーんとえっとうーんとうーんえ 九州しか出てこへんえあ今日のご飯は今日のご飯はえっとなんだろうわかんないわかんないなんか最近あ全部出たってすみませんありがとうございますあそれ県庁所在地えー、鳥取は鳥取山口も山口広島も広島、えっと島根も島根、ね、岡山岡山え 分かんないも一時覚えた時期あったんですよ一時期ね覚えた時期もあったんですけどなんかその時にしか覚えられなくてその1学期の勉強とかも <laughs> もう覚えられないみたいな <laughs> ほんまになんか漢字が嫌いであ惜しいってすみません <laughs> 漢字が嫌いで漢字と覚えるのって嫌いでえっと「ちり」と「漢字」と「英単語」がほんま嫌いなんですよ覚えるだけっていうのが嫌いですはい。 手の甲でカンニングはこれは違いますよって <laughs> 違います違いますこれはカンニングじゃないカンニングじゃないと言っておきます <laughs> はい <laughs> みんなそんなもんですってそうですよねなんかねなんか人間の脳をするようになるから大丈夫ってありがとうございますなんか私ねなんか夏休みにね最初の方に宿題を終わらせたんですよでそれで夏休み明けにテストがあった時に一個もテスト勉強せんかったらとてもダメなね やつになっっててしまだから勉強大事だなって思うんですけど勉強って嫌だなっていうのが <laughs> 感想というか勉強は嫌,嫌なんですけどやらなきゃいけないっていうこの理不尽さがねダメだなって勉強ダメだなって思います。はい、であ歴史のがしんどいぞ,しんどいぞってあそうですかねなんか私のねクラスメートだね なんか勉強自習勉強みたいなんがあってそれをねめっちゃ歴史を60何回やってるんですけど英語とか国語を1回2回っていうそんなやつ持ってでそいつねめっちゃダジャ,ダジャレをね言うんですけどはい <laughs> 勉強なんかめっちゃダジャレを言うんですけどダジ,ャダジャレをで国語でね毎回最初の方にスピーチをするんですけどそのスピーチで「 そいつがダジャレを言わなくて永遠にずっとこの授業の間で,学で教室中が「お前ダジャレ言えよ!」っていう雰囲気になる <laughs> というまあ大阪私兵庫県出身なんですけど大阪に近いです私 NMB 入ったら頑張って面白くなってね皆さんに笑顔をちゃんとやらなってちゃんとやらなっていうか。 笑顔を届けられるようななな存在になりたいいって思います、はい、あ楽しく勉強してそうって <laughs> 楽しいですかねあ勉強覚えられないけどこいちゃんの好きな食べ物なら覚えられそうです。すいませんありがとうございますあ好きな食べ物何やろんやろうえっと甘いものって覚えて甘いものって覚えてくださいイェー、はい、頑張ってくださいってありがとうございますあ お今でも面白いいいよってあありがとうございますありががととううごござざまますす頑張ってねは頑張ってこの画面上ってなんかコメントじゃないですか皆さんのコメントなんでなんか劇場行って私がなんか私が多分入ってもコロナとかでこういうしないとかいろいろあると思うんですけど頑張って皆さんと一緒に会話会話というか腰会とかもできたらいいのになって。 コロナ早く治れっていう感じです。ほんまコロナ治れって思います。はい。あ甘いもの幅広いって。なんやろ,甘い,んやろ甘いものの中でも、あれ、うーん、やろ甘いものの中でも、何が一番好きかなパフェあの、アイスパフェアイスパフェが好き好きというか、アイスが乗ってるパフェが好きです。あスクイーズさんいっぱいギフト、団子、団子じゃない、え、だるま、ありがとうございます。かっこう。え、ツゴー、だるま。<laughs> ツゴーだるま。 あ、なんか黄色いのもありがとうございます。あ、いっぱい。なんか紫もよくいっぱいありがとうございます。あ、緑も。<laughs> いっぱいあるんですね、色。知らんかった。いっいありがとうございます。あ、和菓子ですか。和菓子。あ、和菓子。うん、和菓子は、なんか、大福とか好きです。いちごだから。フルーツの中では、いちごが断然好きなんで、なんか、よくいちご大福を食べます。スクイーズさん、ありがとうございます。スクイーズさん、いっぱい。 スクイースクイーズ AY AY あニッシーさんもハートいっぱいありがとうございますととあニッシさんいっぱいハートありがとうございますだんごだ,るだんごじゃないだるま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  だるま,ーだるーまはいありがとうございますあみ、なんかボケてるありがとうございますスくーズさんありがとうございますあニッシーさんのハートニッシーさんのハートありがとうございますいっぱい皆さんギフトありがとうございますもうこれえっ4日目やんな4日目ぐらいで皆さんにこのいっぱい来てくださってありがとうございますあ ふーにやんさんありがとうございます。あ、ケイドケイドさんみたいな感じでありがとうございます。あ、はなさんもいっぱいありがとうございます。いっぱい団子、団子じゃないだるま、もう何回間違えんって感じですよね。にっしーさん、にっしーさん、にっしーさんありがとうございます。いっいハート、にっしーさん、ハート、ありがとうございます。 はいありがとうございます。ハートハートラブ。ラブ。<laughs> 一番早くチェアて <laughs>。はい。あ、花さん、バラもハートも、ハートじゃない。だ団子じゃなくて、だるま。はい。ありがとうございます。あ、なってあっと、なみのりたいさん。あ、なみのりたいさん。前回もう来てくださって。あ、花さんもハートと、アイス、アイスなんてあるやんや。いっぱいありがとうございます。ありがとうございます。あ、いっぱいいっぱい、ハート。あ,あ、書いてみよう。書いてみようじゃないよね。書かせていただきましたね。 はい、かーー私ねい一時期ねアットとドットの違いが分かんなくて何でもアットにしちゃってたんですよドットって言われてアットねって言って勝手に変換して同じだもありまして「なーみりたいさんハートいっぱいありがとうございますラブラブ恋してラブしてキョン」。 きょんきょん <laughs> あ、直手だけでいいよってすみません。ありがとうございます。ハート、直手さん、ありがとうございます。あ、時間、時間、時間。ちょっとおじつぎ屋さいですみません。時間、お時間。あ、そう、もうちょっとですね。すみません。ほんまや、時間、ありがとうございます。そうそうです。あ、来ましたね。親の泊まれサイン。はい、こちらさん。はい、直手さん、ありがとうございます。ハート、ラブラブ、ラブラブ、ありがとうございます。 はい、ありがとうございます。はい、はい来ましたので、すいません。ではよ、ランキング読みの、読み、曲読みになりました。すいません。ありがとうございます。あ,ありっぱい、ありがとうございます。はい、えっと、ランキングを読ませていただきます。13位、数ずさん。あ、かずさんも何回か来てくださって、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、1 2位、スクイーズ、えー、Y さん。ありがとうございます。スクイズさんもめっちゃ来てくださって、ありがとうございます。 はいえっと、11位、ココさん。あ、ココさん、ありがとうございます。いっぱいありがとうございます。はい、では、10位、トラさん、ありがとうございます。10位、トラさん、ありがとうございます。9位、サ、えーヤタンさん、ありがとうございます。すみません、目悪い。すみません、ありがとうございます。はい、えっと、8位の方、猫コジ監督さん、あ、猫コ田監督さんも前回な、もう来てくださってありがとうございます。あ、見えへんな。ありがとうございます。はい。 えっと7位の方、アイミラクルさん、ありがとうございます。いっぱいありがとうございます。えー、っと7だから、えー、6、すみません、な6位の方、7 0んあ、丸さんも何倍も来てくださってありがとうございます。いっぱいありがとうございます。はい、えっと5位の方、あ、11位さんのココさん、いっぱい欲しいありがとうございます。5位、プルプル B さん、あっ、プルプル B さん、プルプル B さんはいっぱいありがとうございます。いっぱいありがとうございます。 はい、お、はい、四位の方アンクルバケットさんありがとうございますあ、ありがとうございますあ、あ、明日楽しんでくださいってありがとうございます頑張ります楽しみますはいえっと三位の方あ変になったすいません三位の方七オフ級星さやねー。 狂信さんありがとうございまーす。いっぱいありがとうございます。いっぱい。あれあもうありがとうございまーす。あ、未来の N. B. の一郎選手になれるよって。ま <laughs> あ、ありがとうございます。頑張ります。エースというか、キャプ,キャプテンというか。もう。 期待に応えられるように頑張りたいと思います。ありがとうございます。はい。あ、2位の方、なんちゃんさん。あ、なんちゃんさんも何回も推薦コメントまでいっぱいいっぱいありがとうございます。ありがとうございます。えっと、1位の方、なってあった波のえたいさん。あ,あ、いっぱい,あり,いありがとうございます。いす。はいありがとうございます。あ、明日頑張ってくださいってありがとうございます。いえありがとうございます。ありがとうございます。はい、明日はほんま、9時ぐらいから、 のほんまに短い時間の配信になっちゃうと思うんですけどその間でもだけでも皆さんと一緒におしゃべりできるように頑張りたいなって思い、頑張るというか楽しみたいなって思いますあかわいいっていっぱい情報頑張ってねってありがとうございますはいではまた明日の朝9時なんですけど朝お会いしましょうはいほんま頑張ってってありがとうございますはいでは明日またいまお会いしましょうあバイバーイありがとうございました